もたまにはいいもんだ。アルゴがそんなこと言うなんて少し意外だな。そうか？お姉さんだって時には寂しいぞ。 SAO と比べてお前と会う機会も結構減っているしな。まああの頃と違ってずっとログインしっぱなしってわけにもいかないし。いや、それだけじゃないと思うな。え、他に何かあるのか？ホレッチとしてはそっちにも原因の一端があると睨んでいるぞ。俺とアルゴの会う時間を減らす原因。自分の胸に手を当てて、いや、自分の周りの光景を思い出してよく考えるんだな。周りの光景？そうだぞ。何か見えるんじゃないか？普段は、フィールドと、それと、みんなかな。そうだ。まさしくそれだよ。周りの女の子がどんどん増えているから、お姉さんに当てる時間がないんじゃないか？そんなわけないだろ。どうせ俺っちには情報屋の仕事もあるし、他のみんなほど一緒にはいられないよな。わかったよ。今後はアルゴとの時間をもっと作るって。わかればいいんだよ。俺っちの顔をジロジロ見てどうしたんだ？いや、アルゴって改めて近くで見ると。なんだよ、はっきり言ってみたらどうだ？ヒゲもあるせいか、なんか小動物っぽいなって思って。何を言われるかと思えば、何なんだ、小動物っぽいって。ちょっと思っただけだよ。いや、小動物に似ているってことは、つまり、リスやウサギのように可愛いってことか？そうなるのかな。にひひ、認めたな。なんで近寄るんだ？可愛い俺っちの顔を、もっと近くで見たいかと思ってな。完全に遊ばれている。にひはは、顔が赤いぞ。ほらほら、可愛いお姉さんだぞ。こっちだって。なんだ、反撃する気か？もちろん。ほーら、よしよし、かわいいな。頭を撫でるな。俺っちは子供じゃないぞ。いや、ちょうどいいところに頭があったからさ、ペットみたいでかわいいなって思って。そうきたか。俺だっていつまでもからかわれているわけじゃないぞ。ずいぶん疲れているみたいだな。ちょっと夢中で攻略を進めちゃってさ、おかげで眠いんだ。だったら少し寝たらどうだ？そうしたいけど熟睡しちゃいそうで。なら寝落ちログアウトをする前に俺っちが起こしてやるぞ。本当か？じゃあお願いしようかな。お安いご用だよ。それじゃあお休みだ。なあ、お休み、アルゴ。おい、そろそろ。おはよう。なんで俺はアルゴに抱きついているんだ！俺っちに聞くな。寝たと思った瞬間に寝ぼけて抱きついてきたんだからな。本当か？悪い。まあ、不慮の事故だと俺っちも許してやるぞ。でも俺が寝てから結構時間経っているな。途中で無理やり引き剥がしてくれてもよかったのに。それは、ちょっとお前の寝顔を観察していたんだ。寝顔？ただの情報収集だよ。気にするな。
いや、俺の寝顔に価値なんてないだろう。知らないのか。一部のマニアには凄まじい価値があるって噂だぞ。そんなマニアが本当にいたら会ってみたいよ。もう会っているかもしれないぞ。最近情報屋の方はどうなんだ。順調だぞ。ま、そのせいで結構忙しいけどな。へえ、嬉しい悲鳴ってやつか。ああ、さっきも何件か依頼を済ませてきたところだ。そうか、毎日疲れていそうだな、アルゴ。なんだ、俺っちの心配をしてくれるのか。アルゴは大切な仲間だからな。心配するのは当たり前だろ。嬉しいことを言ってくれるじゃないか。なあ、この際だから仮眠でも取ったらどうだ。いいのか。ああ、俺のことは気にせず寝てくれよ。ふん、それじゃあ少しだけな。ああ、おやすみ。ダメだ、全然眠れないぞ。何が原因なんだ。そうだな、枕がどうも俺っちに合わないみたいなんだ。枕か。でも別の枕なんてないし、困ったな。いや、別の枕ならあるぞ。アルゴが持っているのか。そうじゃなくて、ここにあるじゃないか。おい、それは俺の腕だろ。って、腕枕をするつもりなのか。ちょっと借りるな。おお、これは、なるほど。ちょ、これで本当に寝られるのか。早いな。快適な睡眠だったな。ちゃんと休めたようでよかったよ。お前の腕は気持ちよく眠れるな。これはいい情報を手に入れたよ。そんな情報ただでも売れないだろう。いや、これは10万コルだな。10万コル？そんなの高すぎて誰も買わないだろう。中にはマニアがいるからな。お姉さんは安いくらいだと思うぞ。こうしてそなたと横になっているとすぐに寝入ってしまいそうだ。寝ても構わないよ。疲れているだろうし、たっぷり休んでいい夢を見てくれ。夢か。どうかしたか。実は最近そなたの夢をよく見るんだ。俺の夢？確か SAO でもキズメルは俺の夢を見ると言っていた。もしかしたらここでのキズメルも同じように。それほどまで驚くことか。いや、少し意外だと思っただけだよ。それでどんな夢なんだ。そなたが現れてこちらを見るだけの夢さ。だが一つ気になることがあってな。夢の中のそなたの顔はいつもそれがどうしても気になってしまってな。そなたが何か辛い思いをしているんじゃないかと。大丈夫だよキズメル、見ての通り俺は元気だからさ。そうか、そなたがそう言うのであれば私もこれ以上深く考えるのはよそう。ただし少しでも何か不安なことがあれば私に言ってほしい。できる限りのことはしてやりたい。ありがとう。やっぱりキズメルは優しいな。私はただそなたにしてもらったことをしているだけだ。俺がしたこと？ああ、そなたは私と仲間を助けてくれた。本当に優しいのはそなただ。なんだか照れるな。けどいざとなったら頼らせてもらうよキズメル。ああ、任せてくれ。
急にどうしたんだ？すまない。そなたを眺めていたらつい顔がほころんでしまった。ひどいな。悪く思わないでくれ。理由はある。私の中でのそなたは常に冷静に振る舞い、勇敢に剣を振るっている姿の印象が強いのだ。しかし今こうしてそなたの寝姿を見ていて、やはり子供だなと感じたわけだ。それが笑った理由か。俺ってそんなに子供っぽいか。こうして眺めている限りはな。だがそなたの持つ能力を否定するつもりはない。そなたは仲間の多くに加え、様々なものを背負っている。むしろ大人よりも大人びた行動をとることすらある。だからこそ心配になる時もあるのだ。時には子供らしく周りの大人を頼っても良いのだぞ。キスメル。さあこっちへ来い。なんで急に頭を撫でるんだ。なぜだろうな。そなたの弱い部分を垣間見たからかもしれないな。そなたは日頃から必要以上に多くを抱えているんだ。今くらい。分かったよ。それでよい。そうだキズメル、どうした？最近仲間のみんなはどうしている？ああ、おかげでみんな元気にしているぞ。これ。そんなことないって。俺は手伝いをしただけだしさ。そなたは私の仲間を助けてくれた。これは大げさだってキズメル。そなたが何と言おうと私の感謝の気持ちは変わらない。手を出してくれないか？え、いいけど何をするんだ？しばし失礼するぞ。キズメル。こうして手を握っていると、そなたの持つ温かさと優しさを感じる。恥ずかしいって。何も恥じることなんてない。この手は人を守る手だ。そうかな。キズメルの手だって綺麗だし、握っているとなんだか落ち着くよ。そうか。私の手もそなたの手のように人を守る手であればいいのだが。決まっているだろ。キズメルの手は人を守る手だよ。なぜだろう。そなたに言われると不思議とそう思えるな。悪い夢でも見ているのか？キズメル。こうすれば落ち着くか？ありがとう。けどわざわざ抱きしめてくれなくても。気にするな。それよりも大丈夫か？悪い夢を見ていたんだ。内容はちっとも覚えていないけど。ずいぶんうなされていたからな。念のためもう少し抱いているとしよう。嬉しいけどさ、申し訳ないって。そうやってそなたはすぐに人の心配をする。悪い癖だぞ。そうかな。謝る必要はない。それがそなたの良さであり強さでもあるからな。とにかくたまには私を頼れ。一人で抱え込みすぎるのは良くない。ああそうだな。けどもう大丈夫だよ。そなたに。違うって。そんな風に思ったことなんて一度もないよ。なら私がそなたを心配する気持ちを少しは尊重してくれ。私だってそなたをいつでも支えたいし助けたいと思っているんだ。うん、知っているよ。俺もキズメルのことを大事に思っている。だったらたまには私を頼り、もっと甘えてくれてもいいんだぞ。甘えるって言っても。恥ずかしいだなんて思うな。私がそなたに甘えてほしいんだ。
ほら、安心できるように撫でてやろう。くすぐったいって。どうだ、少しは安心したか？あ、うん、キズメルのおかげだな。だったらもっと私を頼ってくれ。わかった。それじゃあ今は甘えさせてもらうよ。問題ない、存分に甘えるんだ。ありがとう、キズメル。